夏無性に食べたい辛いもの。中でも注目はスパイスの香り、旨味が効いた旨辛系。おお、とどまるタイプの辛さですね。この夏のトレンドグルメ、タイの激辛焼きそばパッキーマオに、おいしい進化が止まらないスパイスカレー。ネクストトレンドは中華スパイスカレー。おうちで簡単レシピもご紹介。新店おうちでも旨辛トレンドグルメをうなずキング。今年6月、グルナビがトレンド予報である激辛グルメを発表。それがグルナビが注目しているのはパッキーマオです。海外旅行に行けない今だからこその海外の激辛グルメが注目されています。そう、パッキーマオ、タイの激辛焼きそばで検索数、店での取り扱い数が上昇しているんだとか。名古屋で食べられるのは伏見のタイ料理店、テイクアウトもやっているカオサンカー。バンコクの繁華街、にぎやかなカオサン通りが由来だそうで、店内もちょっと素晴らしい。タイの空気感が、二酸化炭素濃度計を設置するなど感染症対策をして営業中のこちら、ご覧ください。時計までタイ語なんです。店長よろしいですか。サワディカー。ちょっとちょっと、こちらへ。店長もタイです。素敵。結構タイには何度か行かれてるんですか。年に3回は行くんですけど。長島スパーランド行くぐらいの感覚で飽きない。全然飽きません。まだまだ行きたいところがいっぱいあります。タイにまだまだ行きたい。あれそう、タイが好きすぎてお店を始めちゃった店長さんにパッキーマオのことを聞いてみると、地元の人も大好きな麺料理。店長はどうですか。私も大好きです。うわ、食べた時に衝撃を受けたんで、めちゃくちゃ美味しい。うわ、最高。店長さんが現地で惚れ込んだタイの激辛焼きそばパッキーマオがこちら。お待たせしました、パッキーマオですね。うわー、こちらですか。あ、見た目はきしめんのような。そう、麺はきしめんのように幅広の米の麺。味のポイントはバジルとたまり醤油のようなタイの調味料、そしてタイ料理には欠かせない唐辛子たっぷりの激辛味。果たして。おお、かなりピリッときますね。そうですね。おお、すごいすごい。ずっときますね。あー、とどまるタイプの辛さですね。タレの旨味、これが今まで食べたことない感じで、爽やかさも感じるぐらいの焼きそば、美味しいです。うん、日本料理にはない爽やかな香りと旨味はタイの白ウコン、クラチャイから。店長さんのこだわりは生を使うこと。これ今とっても貴重なんだそうで、タイでコロナでウコンが効くっていう、で皆さんが急にクラチャイを食べ出したり飲んだりしてて、でなかなか日本に入ってこなくなっちゃって、この間東京まで買いに行ったんです。これなんかもういわゆる乾燥とかじゃダメなんですか。あ、そう、全然味が違うんです。その貴重な生のクラチャイを薄切りにして、惜しげもなくこんなに入れているんです。こちら薬膳の働きもあるそうで、うおー、汗止まらなくなりますねそんな私を見かねて、辛い時にはこれが一押しのドリンクでございます。うわー、すごい。これですね、ピンクミルクという、今タイで流行っているこちら、いわゆるいちごミルクです。これが辛さにぴったり。今度は甘いなピリピリくるのを丸く収めてくれますね。これは何で流行ってるんですか。これですね、今タイのドラマでちょくちょく登場して、
タイも日本と一緒でドラマに出てきたものが流行ったりっていうのはあるんですね。この間お客さんがこれを頼んで、あ、嬉しいって飲んでました。ドラマ見てるから。ちなみに店長さん、パッキーマをどうしても食べてほしい人がいるそうで、友近さんがすごく大好きで、美人なのに面白い。なるほど。面白い。最高で大好き。最高です。友近さんスタジオにいますので、ぜひ。友近さん、いつも見てます。もうね、この辛いパッキーマも友近さんに食べていただきたいと思いますので。パッキーマオは夜メニューなんですが、現在夜の営業はお休み中ということで、特別にあさってからランチで出してくれるそうです。ありがとうございます。さて、パッキーマオが注目された理由の一つが手作りキット。無印良品では今年3月に登場。珍しい調味料が全て入っているので超簡単に作れちゃうんです。用意するのは具材のみ。これすぐ手に入る材料ですよね。それでは早速パッキーマを作ってみましょう。油を入れて熱したフライパンに豚肉炒めて、そこに茹でたビーフン、しめじ、小松菜加えたら、2種類のソースを順番に加えて混ぜる。これだけ。おお、香り立ちますね。もうこれで完成です。そのお味は、おお、美味しい。お店で食べたように本当に日本にあるスパイスとはもう全然違う、すごく香り豊かなスパイスの味がしっかり効いていて、で辛みもちゃんとあるんですけど、お店よりも抑えめになってます。なので入門編としてはこのキットいいですね。